はい、でんでんの高坊です。ご機嫌遊ばせってことで、今日はキュウリの種まきをしています。なんかメロンの種みたい。品種はこの2種類ですね。下知らず地場、地場い節制地場い、なんていうんだ。この2種類をやっていきます。地映えキュウリですね。地中のキュウリもやってみたいんですけど、ちょっと資材とか、あと、まあそうですね、お金とかの関係で、まず一旦地映えの方をやってみようかなと思って、この2種類にしてみました。カインズホームで両方とも買ってます。もしかしたら、まだキュウリ種まく期間がもう少しあるんで、その間に支柱の使ったキュウリをもしかしてあるかもしれないですけど、今のところはこの2種類を巻く予定です。で今こんな感じで 10.5 センチですかねのポットに一粒ずつ巻いていってます。はい。で土なんですけど、種まきバイトじゃなくて育苗バイトっていうのでやっていました。ただ途中育苗バイトなくなっちゃったんで、こうやって色変わってると思うんですけど、この濃い方の色、これは種まきバイトで巻いてます。どうなんですかね、地媒キュウリって売れるんですかね。なんか噂によると直売所とかそういうところでしか売れないって聞いたんですけど、ただでんでんJA とか市場には、まあ市場は少し出してますけど、基本そういうところは出してないので、なんかまあ売れればいいなって感じでやってるんですけど、地媒キュウリの出荷先とか知っている方いたら、もし何かあればアドバイスいただけたらなと思うんですけれども、種の形はこんな感じで、もうあれですね、メロンの種みたいな、まあ、同じ売りかなってそうなのかもしれないですけど、平べったいですね。でんでんの育苗の様子ですね。この前すごい風が吹いちゃって、その時にこのトレーごとバーンって風飛ばされちゃったんで、こうやって土がところどころない状態なんですけど、やってくれましたね。ここがアスパラナのエリアで、ここがイタリアンパセリですね。なんか蜂の巣みたいになっちゃった。でここにはバジルが種まきしてあります。ここが普通のバジルですね。でこの2面がレモンバジルっていう、なんかレモンの風味が若干あるようなバジルがあるみたいなんですけど、それを2面巻いてみました。蜂の巣になりました。でこっちはトウモロコシ
食費かかってるんですけど、トウモロコシで、この1個、まあ、実験も兼ねてアスパラをやってます。これはなんだ、忘れちゃいました。2人に、陽平とひろきに聞いてみます。で、ここがさっき巻いた自培キュウリですね。で、これもトウモロコシです。まだ発芽がしてませんね。トウモロコシ、ここの品種はクリスピーホワイト、クリスピーなやつです。スヌーピーで、ここが大葉かな、違うのかな、確か大葉もどっかにあります。で、ここが普通のバジルがもう一個あって、これも飛ばされちゃいました。なんでちょっと抜けてますね。で、ここがタイムっていうハーブです。で、これがサニーレタスで、ここも不織布かかってるのがトウモロコシです。この品種はロイシーコーンですね。ちょっと発芽してきました。ただ数日夜がすごい気温低かったんで、ちょっとこうやって葉っぱが茶色く、わかりますか、わかるんですか、はい、茶色くなってますね。まあ、でも多分このぐらいだったら大丈夫かなと思うんですけど、不安なんで祈っておきます。で、ここもサニーレタスですね。サニーレタスの奥がまた、ここもトウモロコシ。これがそろそろ今週末から来週の頭ぐらいにできれば定食したいんですけど、トウモロコシです。ここの品種はロイシーコーンですね。ここもやっぱこっちの方がひどいですね。黄色くなっちゃって、あ、でも上の方の葉っぱが黄色いって感じなので、まあ育っているうちに復活してくるでしょう、してほしいっていう気持ちの方が強いですけど、復活してくるでしょう。はい。で、この真ん中、ここがトンネルかかってますね。中何が入ってるかは内緒です、内緒です。はい、で、このトンネルを剥がして、トンネルの中は空心菜、扱いしてきましたね。空心菜とその奥、ここがちょっと秘密なんですけど、あまり何を育てているかを言うのは秘密なんですけど、はい、トマトですね。ミニトマト、ロッソナポリタンだったっけな、作ってます。まあ、秘密なんでね、あんまり見せられないんですけど、ロッソナポリタンっていうミニトマトの品種ですね。はい、こっちがちょっと開けるのめんどくさいんで穴から。こっちはゴヤですね。まだ発芽はしないみたいです。はい、トンネルの中身はこんな感じでした。こんな感じで夏野菜準備が始まってます。育苗して、定植して、あそこのビニールトンネルがデンデンの第1弾の白トウモロコシです。で、トウモロコシのこの横、このちょっと生い茂ってるここの緑ですね、これがパクチーです。その手前のこっちが
エンドウ豆類、サヤエンドウ、キヌサヤエンドウかがなってます。でこっちは高坊のお母ちゃまの家庭菜園エリアですね。はい、以上かな。そんな感じでまたすぐ動画撮るんでまた見てください。ほんじゃんねー。